いい景色ですね。北海道の山奥に来ております。ムネさんにですね、瀬戸さんは裸足だから足湯にでも浸かればいいんじゃないかということでですね、ムネさんに連れてきていただきました。ここが足湯です。足湯にやってもらいました。これこういう感じになっております。こういう感じですね。ではちょっと入りたいと思います。よいしょ、あったか、あったかい、あったかい、あったかいです。30度ぐらいですかね。もうちょっとありますかね。あったかい足湯って僕初めて入りましたね。ムネさんここは来たことは？あります。ある、はい。そう、カメラ構えながら、秋葉さんも、足湯に入ります。あ、いいっすねこれ。 iPhone 落とさないようにします。終わりですかね、こういう感じで。足湯初めてだな。そうです、ズボン巻くないとズボン濡れますよ。足のみ、足のみでございます。熱っ熱っ熱っ、これ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 に触れたら熱い。これ今熱っ、今取れてたかな、すげえ熱かったこれ。今のはもう一度。いや怖くてできない。いきます、いきます、いきますよ。あれ、ここやったら熱くなってる。熱っ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 、いやこれは熱いわ。あ、でもそんなでもない。触ってみたらそうでもなかったっていう。あ、じゃあ、足で触ると熱いんですよね。足で触ったら上から出てるやつが熱い。これが熱い。足のこう、石のデコボコがいいですね。足のツボをしてくれる。なんだ、カッパ太郎。あそこにカッパ太郎がいますね。こっちを見てますね。なんかおみくじですかこれ。あ、おみくじがあるんだ。足の触れ合い太郎の湯という場所でございます。でここにおみくじがあってですね、でここに、おみくじが貼り付けてあります。足湯利用時間、朝7時から夜8時まで、タオルが200円で売っております。上もいいですね、こういう感じでございますね。上は、こういう感じでございます。秋葉人騒ぐ、騒ぐ秋葉人。あいたたたたたた、あいたたた、足のツボが押される。足をブルブルして靴を履いて、俺はクロックスだからいいんだけど、秋葉さんとかはちゃんと靴下に靴を履いてるもんだから、ちょっとドライしなきゃいけないです。ムネさんも足乾かし中でございます。ちょっと出るのがめんどくさい。200円でタオル買えばいいんだけど、そんなことはやりません。なぜなら YouTuber だから。まあ2人は足を乾かしているんですけれども、僕ねこの足湯の隣に見つけたんです。こっちほら、わかります、これ。はい、ラベンダーがね咲いてるんですよね。北海道来てラベンダーまた見てなかったんですけど、こんなところに見つけてしまいました。近づいてみましょう。スッ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 、あれでございます。いやー綺麗ですね。今日は6月の18日ラベンダーも咲いてるんですね。でこっち見ると、毛虫がいっぱいいるんですよ。足湯に浸かってても毛虫がいっぱい上から落ちてきてちょっと大変でした。こんにちは、僕カッパ太郎です。よろしくね。カッパだからお皿があるよ。頭の上にお皿があるよ。カッパ太郎です。それでは次のスポットに行きたいと思います。さよなら。